玉葉は平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて執筆された日本の区下九条金実の日記。玉葉は金実の講師にわたる記録であり、その記述は1164年から1200年に及ぶ。この時期は陰性から武家政治へと政治体制が変動した時期と重なり、原平の騒乱についても多数の記述がある。 このことから、平安時代末期から、鎌倉時代初期の研究を行う上での基礎資料と位置づけられている。なお、同時期の資料には、あず鏡もあるが、これは、鎌倉幕府とりわけ、北条氏の立場で編纂された聖史に近いものである。一方、九条金真は、関白や大乗大臣を歴任した、朝廷側の大物であり、玉葉は、朝廷側の資料と言える。 そのことから、玉葉と、あず鏡は、相方的に用いられることが多い。また当時の公家の日記は、宮中行事を遂行するための所作などを構成に、伝える目的も帯びていた。玉葉も、例外ではなく、宮中における儀式の次第が詳細に記されている。金金の孫、九条道家の没後、元本は一条家に伝えられた。九条家に伝わるものは写本である。 玉葉は、玉海、月輪剣術後期などと呼ばれることがある。このうち、玉海については、同じも節家の二条家が、玉葉という名称を用いず、玉海と呼んだのが、始まりとされる。二条家は、九条家、一条家と共に金金の子孫であるが、初代の二条両実は、十分の九条道家より偽絶されているために、玉葉を含む不相の文章を受け継がなかった。 しかし、二条義元が、実施の共通を用紙にすることに成功して、玉葉などの一条家に伝わる文書の写本を得ることができたと言われているため、玉海の故障は義元が、始まりとする説もある。江戸時代、二条家系の写本が、紅葉山文庫に収められたこともあり、水戸藩が第二本史を編纂するときは、玉海の名で記載された。公家の日記である、 玉葉がどんな経緯で他人の目に触れるようになったかは、定かでないが、鎌倉時代初期から多くの人に読まれてきたものと推測されており、あず鏡の編纂にも影響を与えている可能性がある。本書の価値は、金金の指揮権の高さでしかも表現の明快熟達にあり、さらに記事の随所にある人物表や世相の動向を巧みに捉えて発車していることにある。 玉洋の意味。空国語辞書。2019年11月29日閲覧。A.B. 薄いかずき。玉洋を探せ。秋山比較玉会探せ。たん。小原ひとし編。変革期の社会と。九条かねざね。玉洋を開く。ISBN978 から4。から585222170個展の辞典編。委院会編。個展の辞典。精髄を読む。 第3巻1987年、川で処方新社館、ISBN4 から309902030。ありがとうございます。